オッケー。え、どうですか。いいですか。はい、じゃあそのまま写真撮ります。中3という年齢には僕自身が強い思い入れがあって、その時この太平洋戦争がこの日本の敗戦とともに終わったのが私が中3だった時なんですよね。もうすぐ戦争が終わるという1ヶ月ぐらい前でしたか、このアメリカの機動部隊の艦砲射撃というのを受けて、これはもう本当に逃げも隠れもできないし、音がすごいし、気が狂うんじゃないかというような、一夜30人ぐらいの人間がこの死死累々、その死体処理がなぜか我々中学生に、この回ってきたんですね。それでこのバランバランになった手足を拾い集めて、最後の一人になるまでです。そしてまたこの空襲艦砲射撃というたんびに友達のこの体の下へ逃げ込むわけですよね。いつ死んだっていいやと、もうこんな思いするなら早く死にたいと思ってたぐらいだったけれども、それでもいざとなると潜り込む。それで、無事に時間が過ぎ去ってしまえば、お互いこのなんだよお前はと言い合うこともなく、みんな同じようなことだから、すりむいたあちこち舐めたりなんかしながら、ぼそっとこの巨大したように座り込んでいると。そこで今日は皆さんに、反則ありません。やりがおかしい。ゆうこ、雲、雲、そしたら、手を休める。はい、ありがとうございます。あるものを守るということは、あるものを殺すことであり、それからこの自分を殺人者にすることであり、奈良原に人を殺させる。私にとっての世紀末が何か面白いとすれば、そんなことを望み言うべくもないけれども、もう一遍その戦後に帰ること、つまり全部焼け跡で真っ平らになってしまったら面白いだろうにと。
わかるよ。バスケやりたいね。